ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画は JO1 魅力勉強会ということで、 JO1 サンリオ新キャラ開発プロジェクトエピソード5、キャラクターラフ画チェック&名前考案を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。鶴さんのボイトレ教室。前回のエピソード4では JO1 のメンバーの一人一人のプロフィール公開とキャラクターのラフ画作成でした。今回のエピソード5はどのような内容になるのか非常に楽しみです。エピソード5のリンクを概要欄とコメント欄に貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして動画の最後には簡単にできるボイトレコーナーを設けております。歌声や話し声で悩みがある、カラオケで友達をあっと言わせたい、そういうふうに思っている方はぜひ動画の最後までお付き合いください。鶴さんの未経験者に優しいボイトレ教室、こちらのチャンネルは私鶴さんの好きなアーティストや気になっているアーティストの魅力を伝えるリアクション動画とボイトレ動画をメインで公開しているチャンネルです。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして僕のおすすめ動画のリンクを動画画面右上この部分に貼っておきます。気になるワードが出てきたらぜひクリックして見てみてください。リンクの方を見逃した方は概要欄を開いていただき、下の方にスクロールしていくとリンクの動画のトップ画像が表示されておりますので、合わせてよろしくお願いします。そして私鶴さんツイッターをやっております。そちらの URL も概要欄に貼っておきますので、興味のある方はぜひフォローしてください。それでは早速 JO1 サンリオ新キャラ開発プロジェクトエピソード5見ていきたいと思います。今回も始まりましたエピソード5。どんな内容なのか、そしてラフ画がどのような絵なのか非常に気になりますね。新キャラ開発プロジェクトっつってね、何事も Go to the… 読めなかった。あ、キティちゃんですね。前回はですね、JO1 さんからジャムともっと近くなるためにできることを依頼されて、司会ですかね、今回デザインの素案をね、書きましたよね。はい、そうですね。そうそう、前回ね、手書きで、みんな絵うまかったな。なんかちらっと映りましたけどね。書きましたよね。お、つるちゃんがいない。そういうくだりね。デザインの絵本持ってきましたよ。あ、そっか、前回回収したのもつるちゃんか。サンリオさんが、はい、僕たちに協力してくれた。ありがたいですね。僕が依頼しておきました。お、さすが。部長まで真っ黒やな、これね。早すぎやろ。いや、その通りだ。チェックしつつ、キャラクターの相性をちょっと考えていこうと思います。はい、それは責任重大ですね。はい、それでは早速順番に見ていきましょうか。はい、はい、はい、じゃあまずはですね、部長の私からちょっと発表していきたいと思います。はい、リーダー。私はですね、柳代翔さんをちょっと担当させていただきました。リーダー。はい、そうです。やっぱ最年長ということでね、はいはいはい、ちょっと僕も最年長なんで、ちょっとこう気が合うかななんて思ったりして。ということでですね、さあ、早速やってまいりましょう。面白いな。こちらです。おー、うまい。彼は沖縄出身ですから、やっぱりその沖縄といえばシーサー。そういうことね。沖縄の守り神ということで、やっぱシーサーをちょっと入れていきたいなと。思いまして、そして彼コーヒー大好きですから、はいはいはい、あ、そうなんだ。僕もコーヒー大好きなんですよね。斬新にコーヒーカップの中にシーサーを入れてみました。なるほど、ナイスアイデア。こちらでございます。わあ、こちらでございます。わあ、すごい。わあ、すごい。サンリオさんカラーというかね、サンリオさんっぽさがすごく増して、確かに色使いが可愛いです、ね、いや、すごいな。はい、ということで僕が提案したもうこうなりました。我が家の愛猫オレオがやってきましたね。はい、続いてはなあ、オレオ、よろしくお願いしま す, お願いします。僕はあの J1 の白岩るきさんのキャラクターを考えさせていただきました。ほうほう、ということで早速見ていきましょう。はい、
これです。わあ、かわいい。まあ、あの白浦瑠希さんが実家であのプードルを3匹飼っているという情報があって。あ、そうなんだ。あのプードルをモチーフにしたキャラクターにしました。で、あの、なるほどね。彼のカラーがホワイトなので色は白いふわふわのプードルにしようかなと思いましたね。だから真っ白なんだね。うん、すでにかわいい。結構こだわってるの。僕が結構こだわったのはこの足の裏がよく見るとハートになってて、この足のところにちっちゃくルキと。いいね。こちらです。おお、すごい。もうすでにいそう、このキャラクター。情報によるとこの子はおしゃぶりがない。映ってるかな。今ちょっとねここにオレオがいますけど。あのちゃんと足元もあのその時には再現されているということなんで。オレオです。フライングゲット。じゃあ続いての方にパスします。はい、豆原係長。はい、お願いします。お、スピード出世。僕はですね、はい、豆原一成さんの、はいはいはい、考えまして、はい、僕が考えた、はい、ラフがドンドン。おお、かわいい、かわいいや、かっこいいな。素晴らしく僕があの絵が下手くそ。まあでも一般的に見たらそんな下手じゃないですけどね。似てるということなので、犬を。むしろ僕よりうまい。ベルトをつけてますね。ここ豆って書いて。ヒーローみたい。あ、なるほどね。ベルトと。そういうことか。マフラーをちょっとなんかしてみたいなというので、変身とかが好きということなので。あ、やっぱりね、ヒーローのね。イメージして作りました。はい。それがサンリオさんと協力してもらってどうなったかというと、そう、ここはね楽しみなんですよ。わあ、かわいい。すごっ。ベルト豆ついてる。かわいい。今ちょっとねオレオがマイクをいじったねガサガサ音がしちゃったかもしれないですけど。しかもメンバーからの赤も入っているということで。なんか主人公感がね。うん。いやーこれは満足ですね。すごい。はい、私はですね、はい、川尻蓮さんを担当させていただきます。恥ずかしながら私が書いた草案の方。そういう設定なんですよね。こちらでございます。おー、かわいい。狐かな。完成しきってるというか、うん、すごい。川尻さん、狐にあの似ているというふうに、あのファンの方が、そういうふうに言われてるんだ。もらえてるようで、はい、まあ、まず狐をイメージして、あのマジックが趣味だということで、はいはいはい、イメージで、ハットをかぶせたり、相棒のこの鳩がね、ちょっと今別で描いてるんですけど、まあ、頭に乗ってたり。相棒いるのいいな。どうなるんだろう。サンリオさんからいただいたラフがこちらです。わー、すごい。すごい、もう絶対もういる、すでにいそう、本当にすごい。とてもあの可愛く仕上げてくれて、すごく満足でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。の、はい、スカイさんね、僕が考えた素案をじゃあ早速紹介していきたいと思います。これ、はい、どこなんですか。横です。そこです。ここです、ね、はい。ボン。おお、いいね。いい、ゆったりとセーターを着て。まずですね、あの近所スカイさんを、はい、近所スカイ、はい、僕考えさせていただきました。もう彼のあらゆる情報をですね、はい、もういっぱいキャッチしてですね、その中で、はい、特徴に合ったキャラクターを作らせていただきました。はい、素晴らしい。で、こんな感じでございます。雑。夢はですね、説明が雑。パイロットになって空を飛んで、空を飛ぶっていうのはスカイっていう名前なんで、まあ、そこにちょっとかけて。なるほどね。世界中へ連れていくという。なるほど。ちゃんと身長まで書いてる、ね、3歳から4歳です。3歳書いてる。で150っす。あ、それはもう伸びるね。はい。こちらでございます。うわー、すごい。ベロ出てる。ベロ出てるんや。スカイさんの、あの癖が、あ、そういうことね。すごく癖だということを情報をもらってですね、はい、とても可愛いでございます。いや、素晴らしい。ありがとう。そうです。僕はあの一応川西たぐみくんを考えてきまして、はい、まあ、とりあえず見ますか。はい、はい、こちらです。おお、ペンギン？これはペンギンかな？ペンギンなんですけど、
何ペンギンになったんでしょうねこっちは聞きたい。そうそう、こっちが知りたい。なんかね、やっぱりペンギンが浮かんできた。なるほど、空から落ちてきました。落ちてきた。だからペンギンは空はね、飛ばないですけど。あ、違います。これは特徴です。特徴がぽっちゃりしてる。特徴がぽっちゃりしてる。天然発言。ペンギンなんで、なんかアイスとか、ね、あ、そういうね、設定でね。そう、これがね、どういう風になるのか。わあ、かわいい。すごい。アイス大好きすぎて感じてるやん。めちゃおうと。めっちゃ可愛いな。ちゃんとぽっちゃりしてるな。はい、そうですね。ちょっとこの辺のやっぱ膨らみがね。オレオ？どうですか、完成したのは。ちょっとすいません、今日マイクのガサガサ音がいっぱい入っちゃうかもしれないです。すいません、可愛いオレオのいたずらだと思って許してください。はい、じゃあ僕はあの JO1 のメンバーの大平翔生さんを考えました。お僕が考えたやつを、はい、出していきたいと思います。どんなだ。おお、すごい。ちょっと光が飛んで天使みたいな感じ。ああ、なるほどね。あー、いいね。可愛いね。お羽をつけたりとか、うん、天使の羽か。ちゃんともう色もつけた。薬手帳みたいな確かに確かにね。はい、じゃあサンリオさんに手伝っていただいて。そう、どう変わるのか。めちゃくちゃみたいな。わあすごい、なんかキキララみたいになりましたね。すごい。羽が可愛いね。で、ちょっと髪の毛長いんでちょっと長くしてくれたのかな。お心意気が出てくれて素晴らしい。ありがとうございます。オレオさん、オレオさんやめてください。さあ続いてが、はい、つるちゃん。はい、僕はですね、メンバーのつるしょうさんを担当させていただきました。はい、まず、こちらが、原画ですね。悪そう。僕はなんか個性的です。個性的だし顔だけですか。ね、顔だけ。チワワなので。あ、なるほど。あ、そういうことね。これがどうなってるのか。この変化。これすごいな。そう、これ。あ、そっか。人先に確認できるんだ。どこまでなくしてどこまで入れてるか。行きましょうか。はい、こちらです。わ、すごい。変化がすごい。ほっぺも描いていただいてますから、元の写真が、元の写真がこちらです。ちゃんとサンリオさんになってた。ちゃんと変化がね、めちゃめちゃやっぱ面白いな。はい、僕が、まず佐藤圭吾さんの大ファンで、元がもう台本で、佐藤圭吾さんを担当させていただいたんですけど、はい、まずはこちらです。原画ね。こちらです。どうなの、はいはい、花、あ、花ね。彼はちょっといたずらが好きでピエロみたいだということで、ちょっとなんかピエロっぽさを出して、まあ、かわいいおかしい感じの、あ、おかしい、はい、なるほど、描きました。はい、どうなってるのか見てみましょう。はい、いきます。これがおわすごい。すごい。ピエロ感がしっかり出てる。すごい。ちゃんとね、あのそばかすもちゃんとしっかり残していて。うん、すごいな。ありがとうございました。満足しております。ありがとうございます。私はそうですね、木本翔也君を担当させていただきました。よろしくお願いします。はい。はい。早速見ていきましょう。なんか、そうそう、リアル。木本君、実家でウサギを飼ってるということで。ああ、なるほどね。ウサギって結構ファンの方に言われてるようで。あ、そうなんだ。あの、まあ、ウサギをモチーフにさせていただきました。目がすごいキラキラしてる。そうですね、これこだわったポイントですか。そうですね、キラキラしてるキャラクターもいたので、サミヤさんにはちょっとキラキラにさせていただきました。なるほど、はい、なるほどね。少女漫画のような。見ていきます。はい、どうなって。これがドン。おお、すげえ。もう全部感動する。可愛いですね、この。ちょっとなんか、口の形とか木俣さんに。あ、あなたは。あ、すみません、すみません、うっかり。うっかり。いや、面白い。はい、じゃあ、それでは最後ですね。お、イエス。もうプレゼンは慣れたもんですか。
そうですね、はい、もうここまで登り詰めたので、プレゼン力一本でここまで来たんですね。そうですね、すごい、はい、はい、僕が、プレゼンさせていただくのは担当させていただきました10番の河野純喜さん、はい、はい、ですね、はい、クライアントさんなんで。はい、僕が考えました、はい、こちらでございます。おー、あー、なるほどね、なんかいそうですね、すでに。河野純喜さんは一応メインボーカルということで、まあ、歌が大好きということで、はい、一応マイクを、あー、なるほどね。左下なんて書いてあるんですか。これ This One ですね、これでお願いします。 This One でございます。これでお願いしますの This One。 やっぱ普段の英語力っていうのは、はい、なるほどね。あ、なるほど、英語喋れるんだ。尻尾がコンセント USB の、はい、伸びてる感じも出して可愛くしたいなと思いました。はい、思いました。いい声だな。せーの、Let's go! Let's go! せーの、Let's go! おすごい、やられた。ゆでたま先輩感じ、なんかニュアンスが確かに。ゆでたま先輩、ちょっとちっちゃいここに乗ってそうだね。うんうんうん、わかるわかる。すごいんだ、やっぱり産業さんさすがでございました。本当にありがとうございました。いやすごい、全部感動ということでですね、全キャラクターが集合してるところ見たくないですか。見たいです、見たいね。いきます、どうなる。うわー、ドン、わーすごい、あ、これはすごい、これはすごい、本当だ。翔さんのやつ、あ、撮ってる、立つこともできるだろ。すごなんか、恋も主人公っぽい。確かにね、こうやってね、全員分のキャラクター出たということで、まあ、今でも十分可愛いんですが、はい、より、素敵なキャラクターにしていくために、サンリオさんのデザイナーさんとブラッシュアップをしていきたいと思います。なるほど、なるほど、はい、青色の目とかね、これできれば、普通のイエロ感をちょっと膨らませる。めっちゃいいじゃないですか。マジいいっすね。体がもっとクマっぽくしてみる。うわ、すごい。分からん。違うじゃん。またこの、これを入れるかどうか。すごいなぁ。シーサーなんで、なんか家の守り神的な、家の高いところにいて。そう、ツルツルなさ、感じ出すのもありちゃう。こういうの。そうそうそう。またもっとした感じの。いや、なんかすごすぎて普通に見ちゃうなぁ。手を上に。あ、襟足かな。めちゃくちゃいいっすね。そういえばこの子たちも、はい、J1 さんみたいに素敵な名前を考えないといけないですね。あ、そっか、名前ね。素晴らしい名前を考えていきましょうか。はい、ということでこちら8つの案が出ていまして、こちらの方でちょっとこう、まあ、順位というか、どれが一番 JOBFF ラジオというふうに決めていきたいと思いますが、もうね、何個か上がってるわけだな。どうでしょうか。ジオちゃんもすごい可愛いけどね。ね、ジオちゃんも可愛い。短さがいいんじゃないですか。確かにね、ちょっとシンプルなのが、まあ、シンプル個人的にはいいと思いますけど、やっぱ短い方がパッと見て分かりやすいし、そうですね、やっぱりね、単語的には JO1 は入れたい。その他になんかこうトップとかジャムとかいろいろありますが、これは入れたいってありますか。単語で言うところ、なんかいい単語がないかな。夢をあれする手助けの子たちですもんね、はい、そうです。でドリームはユータグリス、うん、なんか気もするね。でも長くなっちゃいますよ。じゃあやっぱりジョリームじゃないですか。ジョリーム、まあ、確かにドリームも入れたい、ね、うんうんうん。じゃあこれ一個案あるんですけど、ジョイピープ楽しいってことで、その Y をこうここをハートにします。おーらー、素晴らしい。はい、ということで、まあ、2、3個結構なんかみんな皆さんが短めがいいと、はい、まあ、シンプルに決めたいなっていうのもあったの で、ね、はい、やはりちょっと短めなんだろう。ジオピープとか人気なんじゃないですか。そうね、そうですね。ジオパン、ジオパン、ジオパニーもいいんですよね。ジオちゃんもいいかもね。やはりこのやっぱ短めでキャッチーなあたりがやっぱり社内でも人気なようですね。キャラクターもね、はい、
可愛くてキャッチーで、私がですね、じきじきに可愛い感じの名前だといいかもしれないですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。さあということで、どんどんね完成に近づいてまいりました。はい。はい、そして次回はですね、いよいよ完成のプレゼン会を行います。ついにね。今僕たちが出した案、そしてサンリオさんと協力、そして JO1 さんにも意見を伺って完成に、はい、素晴らしい、ぜひ楽しみにしていてください、はいはいはい、というので本日の会議以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごいなぁ、ついにキャラクター完成、楽しみですね。これはいやすごかったな。 JO1 サンリオ新キャラ開発プロジェクトエピソード5見ていきました。いやすごかったですね。 JO1 のメンバーの原案をサンリオさんが手を加えると、ほんと全部サンリオキャラクター感が満載でしたよね。もうあの変化にすごい感動しちゃいました。そして次回はですね、キャラクターが完成ということでですね、どのような内容になるのか、そしてこの JO1 サンリオ新キャラ開発プロジェクト、回を重ねるごとにですね、次が気になって気になって、どんどん面白くなってくるなというふうに思ってですね、もう撮影をどのタイミングでやめればいいのかわからなくなるっていう不思議な状況にですね、なっているんですよね。なので立て続けに3本とか撮っちゃう日もありますし、1本しか撮れなかったりとか、まあそういう日もあったりするんですけれども、早く続きが見たいってなりますよね。次のエピソード6も楽しみに待っていたいと思います。以上、 JO1 サンリオ新キャラ開発プロジェクトエピソード5リアクションでした。今回のボイトレはですね、また歌で使う腹筋、こちら鍛えていきましょう。やり方以前説明したんですけれども、だいぶ時間が空いてしまったので、もう一回最初から説明したいと思います。まずは腹式呼吸でしっかり息を吸ってください。腹式呼吸で息を吸うことによって、歌で使う腹筋が初めて使えるようになります。その状態でですね、1、2、3、4、この4カウントで吸った空気を全部外に吐き出してください。そして次の2、2、3、この長さでですね、空気がなくなった状態でさらに息を吐き続けます。この3カウントの時に、歌を歌う時に使う腹筋が鍛えられます。要は筋トレの状態になります。で、3カウントが終わったら息継ぎ、腹式呼吸で息を吸ってください。これの繰り返しです。ボーカルスクールで実際に使っているボイストレーニングの伴奏に合わせてやっていきたいと思います。最初に1回僕がやりますので、2回目からは皆さんと僕で一緒にやっていきましょう。それでは伴奏を流します。いきますよ。1、2、3。はい、皆さんも一緒に。はい、吸って吐いて、で、ここからひねり出します。吸って吐いて、で、ひねり出す。吸って吐いて、ひねり出す。吸って吐いて、ひねり出す。あと2回やりましょう。吐いて、ひねり出す。はい、ラストです。吐いて、ひねり出す。はい、 OK です。皆さんやってみていかがでしたでしょうか。おそらく相当きつかったんじゃないかなというふうに思います。このトレーニング長時間続けてやると、ちょっと酸欠の心配がありますので、ちょっと苦しくなったなとか、きついなと思ったタイミングでですね、ちょっとだけ休憩を入れてください。
休憩を入れながら適度に自分のやりやすいやり方でこのトレーニングを行っていただければなというふうに思います。こちらのトレーニングもですね、筋トレだけじゃなく歌で使う腹筋をものすごく使いますので、お腹から声を出すためのトレーニングの一つとしても十分効果があります。なのでぜひ毎日やっていただけたらなというふうに思います。以上、ボイトレコーナーでした。今回の動画は以上で終わりになります。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、そして高評価の方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。